さあ今日はこのキャンプ小屋のですね障子を全部ねちょっとね張り替えてみようと思ってます。で見てくださいこれ、じゃじゃん、こんな感じで結構ね破けてきていて、今まであの障子の張り替えなんて自分で一度もやったことないんですけれど、ちょっとねチャレンジしてみようと思います。で今回障子を張り替えるにあたり、普通の紙みたいなんじゃなくてちょっとあのこうプラスチック製のやつなんですよ。これ名前が分かんないんだけど、こっちはねこれは普通の完全な紙、よくあるプスで、今これからルイ君に全部破ってもらうんで、新しく今度はこの破けないっていうやつをやってみようと思ってます。でそれで貼れるんでしょ、全部巻き、このね両面テープでなんとやるらしいんですよ。だからね、素人のど素人の僕でもできんじゃないかなと思って、じゃあやってみましょう。じゃあルイ君まずぶっ壊そう。 OK OK、 ちょっと待ってね、ぶっ壊すとこ撮影しなくていいの、ちょっと待って、どうぞ。これがやりたくてね、うわうわうわ、でもさちょっと待って、これさあんまりそうやってやっちゃうと剥がすのが大変なんじゃないの、もしかして。ええ、ちょっとパパ思ったんだけど、なんで、ちょっと実験、ちょっと一回、ちょっと待って、一回これでやめます。こっちちょっと張り替えてみよう、まずね。これをどうすればいいの、マジで。こうやって、じゃあルイ君これ離してこうやって、ほらほら。パンチの方が寒い。いやだからパンチだと、ほらダメだよ。こうやって汚くなった。ていうかさ、この汚くなったところ、これどうするんだろうね。もう。パンチでやんないとなんかダメなの。もうやることがないからルー上行く。嘘でしょ。ルユキャン見てる。ダメだよ、パパもいいんだから。だってやることがないから。最近ね。最近ですね、息子とゆるキャンをね、またあのドラマバージョンですね、結構ね、見てます。これやばい、超めんどくせえぞ、これ。これちょっと思ったんですけど、今 YouTube でもう一回調べよう。これ多分ですよ、障子の簡単な剥がし方とかっていうのがありそう。ちょっと調べよう。おお、やっぱりありました、障子の剥がし方出てきた。うお、めっちゃ綺麗に剥がれてるじゃん。うん、ちょっと待って待って、めっちゃ綺麗に剥がれてるじゃん。こういう感じだね。こういう感じでね、この木のなんていうのかな、脇みたいなとこ、脇じゃない、枠だね、のところにどっぷりたっぷり、おセンキュー、スプレーの水をどうやらかけるみたいです。かけないの。さあじゃあ剥がしてみます。おいやでもさっきのほどなんか綺麗には、あでもやっぱり違うね。でもさっきよりはさ残りがない、だいぶいいね、さっきよりはね。うわいやね、このケバケバをね、これを剥がすのがめっちゃ大変じゃん。これ思ってたより大変、やばいぜこの作業、何時間かかるんだよみたいなね、そういう感じです。よし、今度はこれね、今これある程度綺麗にむしりました。で今度はこれをまたびっちょびちょに、最初からもう今度はやっていこうと思います。あざーす、あざーす。1個はできたの、剥がすところだけ、うん、結構時間かかる、ね、簡単にできるわけじゃないんだ。いやーだから言ってちゃん、俺最初から絶対大変だよって。こんなの業者がやる仕事だよこれ。マヤくん、ママ業者って何、仕事の、よいしょ。いやマジこれはあの業者さんのやる仕事です、これレベルとして超難しい。さあレオが手伝いに来てくれました。
霧吹きで濡らした。まあ全部はね、やっぱりのこの両面テープ、もともとついてるやつですね。糊じゃないんだ、だからめっちゃ苦戦してるわけです。でもある程度もう剥がしたので、今ね新しい両面テープをまた貼りました。なのでこれで今度縦も貼って、もう貼っていこうと思います。両面テープ剥がすのルやりたい。この白いやつ、いいよ、やった、剥がして。もう、うん、全部剥がしちゃってるじゃん、両面テープごと。撮影一旦、中止です。これね、そう簡単にはやっぱりいかないっす。あのシール剥がしみたいなのを一回買って、それで全部きれいにしてからもう一回ね両面テープ貼らないとできないっす。半目甘かった。さあ前回の撮影からですね3日経ちました。でじゃじゃん、こんなねシール剥がしですね、両面テープ剥がしっていうのをAmazonでゲットしました。でこれで綺麗に剥がしてから、この前のあの障子をね続き貼っていこうと思います。でちょっと続きやっていこうかな。じゃあでまずこいつですよね。ほらほらほら、汚い、めっちゃ汚いんですよ。映ってるかな。なのでこいつをちょっと綺麗にしていきましょう。よいしょ、ちょっとこうでしょ。で、これでこのノズルをなんかこれに変更して、あ、これ畳がぐちゃぐちゃになっちゃうね、これね。ダメだな、これちょっといいもん見てました。これをちょっと敷いてその上でやろう。よいしょ、で、よし、これでいこう。なんかうまく命中が当たらないんだけど、こんなんでいいのかな。剥がします。もうちょっと分数を置いた方がいいのかな。あんなに手で剥がすのが大変だったのに超簡単に剥がれていくぞ。これはやばい、びっくりするほど簡単に剥がれる。こんな感じ、こんなっすよね、これ今まで。うわ、さて障子の張り替えをやろうと言ってからですね、早1ヶ月ぐらいも経ってます。で足りなかったパーツ、まずこの辺の両面テープとか、あとねこの辺、これが障子のあの本体になるんですけれど、あのプラスチック系の破けないやつですね、これとか、まあこの辺のこうやってハサミとかさ、カッターとか足りないものがようやく集まって、そしてやる時間が確保できたので、ようやくちょっと取り掛かろうかな、最後の仕事にという感じです。で、この辺のですね、この辺の障子、ここに実際に貼っていきたいと思います。よいしょ、やってみよう。よし、じゃあまずはこの両面テープを貼っていきます。ここにね、ここね、手でいいや、手で切っちゃった。まず縦を貼ったら、これを剥がすんだろうね。さ、最後の1枚、これ結構時間かかるわ、この両面テープのなんていうの、裏側を剥がすこの作業、めっちゃ時間かかりますよ。もうやりたくない。よし、じゃあセロテープでこいつをちょいと固定、難しいぞ。よし、うまくいったかな。うま
まくいったかもしれない。でこれをカッターで切ると。さあでカッターでカットしていきます。全部めっちゃ難しそう。これめっちゃ難しそうだな。できるのかこんなこと俺に。1枚目。ちょっと裏若干ガタガタになったけれど、よし、これはあと 1,2,3 3セット。うわこれ何分かかってんだろう。もうマジでやりたくないけど本当はしょうがない。よし2つ目も完成。そしたらこれを本体にちょっとくっつけていきます。これっす。完成。さすがにもう3枚目になってくると、容量が分かってきましたよ。なんかさ、例えばこう貼っていって、このね途中途中こう押さえながら貼っていくっていうのもとっても大事ね。後で剥がすときに。でここの最後の根っこのところ、ここを手で切らないでカッターで切っとくと剥がすときにめっちゃ剥がれますみたいなね、こういう感じで。あとここ全部貼っていくんですけど、例えばね、じゃあ今の剥がすところもですね、カッターで中央にこれでちょっとぶっ刺して、でクッと引き上げると一発で両面テープが綺麗に剥がれるみたいな。これが出だしめっちゃ時間かかってたんで、この作業がもうスムーズになるだけで、こうさ最後の1枚が完成しました。やったぜ。腰がめっちゃ痛い。できた。じゃじゃん、できました。めっちゃ大変だった。よし完成しました。じゃじゃーんみたいなね。整いましては。1ヶ月間かかったけれどよかった。はい、ということでキャンプ道具部屋の障子張り替え作業でした。ありがとうございます。